音更町に窓から公園が一望できるカフェがオープンしました。店内に入ると看板犬のモカがお出迎え。中はカウンターとテーブル席があり、居心地のいい空間になっています。当店のこだわりは、スペシャリティコーヒー豆を扱った、非常に品質の高い豆で、皆さんにコーヒーを楽しんでいただけるという、また店内もゆったりした雰囲気の中で、コーヒーの時間を楽しんでいただければと思って、今年4月にオープンいたしました。コーヒーにこだわっているだけあって種類が豊富です。しかしコーヒー以外にもおすすめがあるそうですよ。中でも人気なのはナポリタンです。昭和のナポリタンは鉄板で熱々のジュージューと音を立てたものをご提供させていただいており、周りに卵をかけた、名古屋風となっております。鉄板からジューッと聞こえるだけで食欲が増しますね。またフレンチトーストも人気です。フレンチトーストセットがございまして、片面12時間ずつ卵液にたっぷりと、漬け込んだものを、30分かけて、焼き上げたものです。その他このお店ではペットホテルも営業しています。店主にかかわらず1泊3500円、夜間もスタッフがいるので安心です。10月下旬からの新メニューとして、抹茶と、お菓子のセットを、ご提供させていただきますので、これからの季節、和菓子とともに、抹茶の方もお楽しみいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。テラス席もあるのでゆったりとくつろげそうですね。モカも待っていますよ。